のびたび。はい、どうも、じゅんやです。いつもお世話になっております。このチャンネルでは、のんびり旅するように生きる男が世界を成り行きと思いつきで放浪し、行く先々でまったり暮らしながら、その土地の様子や魅力を発信し続けております。旅暮らしやね、世界の様子に興味がある方は、ぜひチャンネル登録、親指、コメントよろしくお願いいたします。ということで、今回はね、こののびたびというチャンネルと僕じゅんやについての自己紹介の動画を撮ろうと思ってカメラを回しております。僕の自己紹介なんですが、じゅんやと申します。大阪出身で2020年現在36歳のアラフォーに足突っ込んだところですね。僕のまあ生まれてからのねざっくりとした経歴は一個一個喋ってたら時間がかかるんで、ざーっとねなんか流します。はい、気になるねところがあったらコメントとかでね聞いていただけると、後々詳しく動画でまたね撮ろうかなと思います。はい、なのでねコメントとかねどしどし、書き込んでいただけると嬉しいです。はい、でですね、このチャンネルといたしましては、旅好きのね方とか海外に興味がある方とかをはじめあらゆる人にね見ていただきたいんですが、世界の様子をね基本こうやって歩きながら街をねうろうろしながら撮影して様子をお届けしておりますと。観光地とか行ってみたり、まあ基本はねおっさんが暮らしてる様子を日々お届けしてる感じなんですけど、気になるね飯屋に行ってみたりとか、お寺に行ってみたりとか、まあ今カンボジアなんでねお寺とか多いんですけど、あとはねたまにまあ旅仲間とね一緒にちょっとザクザクっと行動したりっていうのもあるんで、まあそういうのもね動画に収めてまとめて投稿したりしておりますので、まあ今まで行ってきたとことしては、アフリカとかね日本を自転車で旅した話とか、去年ねアメリカを横断してきた時の動画とか、ニューカレドニアでね2ヶ月ほど過ごした時の話とか、その後まあニュージーランド経由でバリとか行ってね、キリトラ湾岸っていう海が綺麗なところで2ヶ月ほど過ごしたのかな、その時にね撮ったあのチャンネル紹介の動画もねあるんで、めちゃくちゃ綺麗な海の中でね一人でポカポカ浮かんで撮ってますので、そっちもね、よかったら見てくださいねと。で今現在ねカンボジアにも半年以上いるんですけど、プノンペンの様子、シェムリアップの様子、アンコールワットとかねいろんな遺跡の様子もね上げてますので、で田舎の方でね一人暮らししてみたりとか、そんな感じで今現在ここのねバッタンバンというところで、のんびり暮らしております。はい、っていう感じで今後もね旅はねずっと続ける予定ですので、こうやって旅暮らしの様子をお届けしていこうと思っております。なのでね、まあ旅チャンネルというよりはもうこのじゅんやっていうね人間が生きている様子をどんどん発信していってるので、よかったらね僕に興味持っていただけたりとか、まあ世界のことをね知りたいなという方は登録していただけると嬉しいです。まあそんな感じでねコメントとかね、毎日最近は動画上げてるので、どの動画でもいいのでねコメントをしていただけると、めちゃくちゃ嬉しいし、一つ一つお返ししていこうと思ってますので、よろしくお願いいたします。で最近はあの毎日ねプレミア公開っていうことで、みんなでねチャットで盛り上がりながら動画をね公開しておりますので、日本時間のね夜8時からだいたいまあ動画がね10分とか15分ぐらいの動画なんで、まあその間にねチャットでわーってみんなでねワイワイと盛り上がっております。まあ最近は動画が始まる30分ぐらい前からねチャットでねなんだかんだやり取りしてるみたいなね、そんな感じでこのチャンネルでね皆さんつながっていただけてる方ばっかりで、僕きっかけで仲良くなっていただけてるみたいな感じの様子をね見ているとすごく嬉しいので、ぜひねまだコメントしたことないよという方もどんどんチャットにね書き込んでいただけると嬉しいです。どんどんね輪が広がっていったらいいなと思って、でそんな感じでまたね旅が自由にできるようになった暁には世界のねいろんなところでご対面したいなとも思ってますので、よろしくお願いいたします。そしたら、世界の魅力を発信し続ける男じゅんやの運営するのびたびのんびり旅するより生きるというチャンネルの紹介でした。ほんなまた見てね、バイバイ。はい、うっかり動画を最後まで見ちゃったあなた、ありがとうございます。よかったらねチャンネル登録と、親指ボタン、ベルマークのボタンポチッと押して、コメント欄で気軽に話しかけていただければ、このおっちゃんめっちゃ喜びますんで、よろしくお願いします。ほなまた別の動画も見てってくださいね。さいなら。